ラクダ不動産の佐藤です。ラクダ不動産の鈴木です。鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回私天の声ということで、はい、見えないところからインタビュアーですかね。今日中山さんいらっしゃらないということで、私の方で佐藤さんに質問してみようかなと思ってるんですけど、最近佐藤さん結構大きめの土地の案件に触れることが増えているかなという印象がある中で、はい、一般的に300平米以上100坪以上みたいになってくると、まあ、現場としては結構大きい土地だなという印象がある中で、大きい土地っていろんな選択肢があると思うんですよ。実際佐藤さんがエージェントとしてそういった問い合わせがあった時に、まあ、今までどんな資産形成というか土地活用みたいなお話ししていたかなみたいなところをこの動画で発信するの面白いんじゃないかと思いまして、はい、今回私がインタビュアーとして、はい、インタビュアーですね。インタビュアーとしてお伺いできたらなという中で、はい、早速なんですけど、そういった300平米以上もしくは100坪以上みたいな土地の案件お話が出てきた時ってどういったご提案することが多いですか？まあ、やっぱり選択肢ってそんなに多くはなくて、まず一つ売るっていうのがあるのと、あとはそう土地として貸す、で何か建てて貸す、あるいは駐車場として貸すだったり、あるいは他の建物としても住宅じゃないものを建てるだったりっていうのもありますし、もう何もしないって選択肢も正直あったりはするかなというふうに思うので、その方の状況だったり、あとはそのご相続関係みたいなところを踏まえた上で、それぞれの状況に合わせて取り得るところまず何かなみたいなところから逆算して、そのうちの選択肢いくつか、この方だったらこれ当てはまるだろうっていうところを踏まえて、それぞれ検証して、その上でどうしましょうかっていうところを考えていくと。なのでこういう大きめな土地だったりっていうような場合っていうのはいきなり売りましょうっていう話にはなりづらいかなというふうに思っていて、まあ、我々としてもどちらかというとそのいきなり売りましょうというよりは、それぞれの選択肢を検証した上で、じゃあどれがその方にとって納得感でいくものなのかなっていうところをしっかりと見てあげるっていうのが一番大事なのかなというふうに考えて動いていますね。ちなみに直近でそういったお問い合わせのあった方たちに対して、はい、まあ、どういった提案というかコンサルティングというか、はい、直近の事例だとどういった動き取りましたか？直近だと建てるっていうのありましたね。アパートみたいなものをメーカーさんと一緒に建てる、その時には今あるちょっと古い建物が2棟ほどあってですね、その2つの土地をご兄弟で持ってたので合わせて1つの大きな賃貸併用住宅みたいな形 で結構土地も広かったので戸数が取れて、一番上の階にその2つのご家族が住んで、その下の階4階建てぐらいで結構な戸数も取れたんですけど、そこにそれぞれ賃貸していくみたいな感じの、それは RC で建てる計画ありましたね。お、まあ、2つの世帯ってことは、まあ、親の世代とお子さんの世帯が2つ入って、下何個ぐらい入られたんですか？そこって15部屋ぐらい取れて、で結構大きいですね、はい、各部屋がワンルームとかじゃないので 2L3L みたいなところを15部屋ぐらい取れるみたいな、結構大きな土地の案件だったんですけれども、そういう計画はあったりはしますね。なるほどですね、まあ、確かに建てられる体力のある方だったら、その方が変に売ってしまって現金化してもその現金使う道ないですよとかっていう方だったら、はい、まあ、土地活用した方がいいケースとかはありますしね。あとは土地の担保力が非常にある場所だったんですね、はい、いわゆる、まあ、いい場所っていうところで、うん、そこを手放してしまうのは簡単ではあるんですけど、そうした時にじゃあ次どこ住むのみたいなところだったり、あとはそこの土地への思い入れみたいなものも踏まえて建てるっていう方向の方が良かろうなという形になったっていうところですね。売ったケースとかって直近で事例ってありますか？はい、やっぱり大きい土地になってくると買い手って限られちゃうんですよね、うん、どうしても不動産って需要があるところにしか売れないですから、一般個人の方がそういう100坪の土地を買うっていうのは、まあ、なかなか想定しづらいと、そもそも使い道がないというところになってきてしまいますから、基本的には業者さんが買うって分譲するみたいな形、ないしはアパート用地として建てるみたいなことが多くなってくるかなというふうに思うんですけれども、まあ、そのケースでもいろんなところに当たっていった中で一番高く買ってくれるところを見つけ出して、想定としては 1.2 億ぐらいで売れれば割といい数字だなと思ってるところを 1.3 億ぐらい出てっていうような形で、結構売り主さんとしてもそんな金額出るんだったらいいねっていう話で売却に至ったみたいなケースはありましたね。 1.2 億出ればいいんじゃないかと思っていた中で 1.3 億出たっていう、その理由というか交渉とかされたのかなって今ふと思ったんですけど、はい、交渉もありましたし、あとはその業者さんがですね、直近で近隣で自社で建築してたんですよ、分譲やってたんですよ。なるほどですね、はい、そうするとそのあたりでの販売状況とかも業者さんの中でデータとして蓄積されていて、どれぐらいのものを建てればいくらぐらいで売れるだろうっていうところの目処が非常にこう具体的に立つというところがありますから、業者さんの中で持っておくバッファーというか安全地みたいなものがギリギリまで攻められたっていうようなイメージですね。なので他の業者さんとかは何なら 1.1 億みたいなところだったりする中で 1.3 億まで出たみたいなところで、当たっていく業者さんによっても全然数字のばらつきがあるっていうところはやっぱり皆さん覚えておくといいかなと思いますから、逆に言うとそのこの1社だけですっていう風な売り方をするとやっぱりどうしても実需の売買、ご自宅の売買と同じでどうしても値段が伸びづらいみたいな形になってきてしまいますし、その大きなものになってくるとちょっとした差が1000万円単位みたいな話になってきてしまいますから、そこを突き詰めるのはすごい重要だなと思いますね。なるほどです。確かに直近でそのあたりで売買
をこう成功させてる業者さんとかいると、まあ、そこに引くっていうのが一番まあ我々としてはセオリーというか、まあ、逆に言うとそこをうまく見つけられたからこそ、まあ、そこプラス交渉でうまく買取金額っていうところを売り主さんのために引き上げることができたっていう、はい、なんかすごいいいお話かなというふうに思うんですけど、最後に、まあ、こういった大きい土地、まあ、いわゆる、まあ、お客様のシチュエーションごとに我々もいろんなご提案をしていくと思うんですけど、はい、仮にじゃあ佐藤さんが自分でその300平米もしくは100坪ぐらいの土地を相続しましたとってなった時に、今の自分だったら売却するなとかこういうことするなみたいな、もし自分が相続で急にそういったものが降ってきた時ってどうするかなみたいなって、なんか今話せる内容ってありますか？正直立地によるところは非常に大きいんですけれども、例えばそれがいわゆる住宅用地、はい、もう周りが戸建てが非常に多いような場所だったりしたら、その土地のいわゆる最適用途みたいなところを考えていった中で、やっぱり戸建てとして供給されるのが最適ってなると、それが一番もろもろの経済的な利益って大きくなってきますから、じゃあ戸建て用地として売ってしまおうと思いますし、一方でもうちょっと立地のいい場所で、かつ周辺にアパートだったりあるいは商業施設みたいなところが建ってるような土地を毎日相続したとしたら、何かしら有効活用して、まあ、商業ビルか雑居ビルかあるいはアパートか集合住宅かを建てるかなと思いますね、まあ、自分が住む部屋一部屋ぐらい確保してみたいなそんな感じでやるかなと思いますね。まずやっぱりこう、まあ、立地によってってのは確かにそうだなというところ、はい、あと用途地域ですよね。そうですね、さっきのその戸建てが多いところでは大体一種低層住居とかあったんですけど、はい、そうするとかえって戸建てともしくはアパートじゃないと建てられませんっていうふうになってくる中で、これが例えば商業地域もしくは近隣商業、まあ、準工業でもいいんですけど、こう養成技術の大きいところをもし相続するってなったら一気に話変わってきますもんね。そうですね、そういう場所だったらなんならテナント入れてっていうこともできたりしますから、うん、それこそ例えば渋谷のちょっといい場所で土地持ってますみたいなことになったら、おそらく住居にするよりはテナント入れちゃって、まあ、事務所だったり店舗だったり入れての方が賃料伸びますよみたいなこともあったりしますから、それである程度立派なものを建てておけば土地を担保にするっていう形で融資は引っ張れるかなっていう前提で、あとはのんびりと生活みたいなこともできるかなみたいなことを考えますかね。確かにそうですね、土地の担保評価次第で、はい、まあ、ご自身の属性もそうですけど、そもそも融資引ける中問題もある中で、はい、確かにそこやっぱ見ちゃいますよね。そうですね、あとは先ほどお話ししたその住宅用地だった時でも、駅からの距離が比較的近かったりしたら、まあ、すぐに売ってしまわずに戸建て建てて戸建て賃貸で回そうかなみたいなのも一つ検討すると思います。ああ、なるほどですね、はい、戸建て賃貸だとそれぞれ建てた後に小売りしていくこともできるかなみたいなことも前提ですね。そのうちの1軒を自分の家にして、我々庭先売買とか言いますけど、はい、そこのこうもう一区画二区画みたいなところは、まあ、時期ずらして売ってとか、そうですね、みたいな動きも取れるんで、そこまでやると結構、ね、エネルギー使うというかでかつその宅建業法的にみたいなところも出てきますから、そうですね、そこまでやるかどうかはよっぽどいい場所じゃないとやらないかなと思うんですけど、なかなか分筆も個人の方がやるってなると、なかなか動きづらいというところがあったりすると思うので、まあ、そういったところも総合的に、まあ、いろんなことを考えられますよっていうのが、まあ、土地の売買、まあ、逆に言うと一つのやり方だけ提案されるのではなくて、まあ、いろんな角度から総合的な提案をしてくれる、はい、まあ、エージェント選びっていうのもなんか生きててすごい大事なのかなっていうのは思いました。最後ですけど、選択肢としてもう何もしないっていうのも手だと思うんですよ。それって結構その取り得る選択肢として有効な選択肢になってくるかなと思うので、まあ、そこも踏まえて検討していくっていうのは大事ですよね。何でも何でも動かせばいいわけじゃなくて、その状態が今の段階だと適してる場合もあったりしますし、あとは今立ってるものを活用するみたいな形で直して貸すみたいなのも一つ選択肢として入ってくる場合もありますから、まあ、そういうのも踏まえてどれが経済的にメリットあるのか、あるいは自分の状況的にメリットがあるのかっていうところで検討していくといいのかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ最後に佐藤さんから、今回土地活用の動画でしたけど、はい、なんか視聴者の方にお伝えしたいことがあれば最後お願いいたします。土地は結構相続された方とかって迷ったりすると思うんですよ。ただそれってせっかくお父さんもお母様だったり、あるいはそのさらに先の先祖の方だったりが残してくれた貴重な資産ですし、まあ、ここまでの大きな土地を持ってる方っていうのは基本的に地主さんだったりすることも多いですから、売り方一つとってもやっぱり投げ売りみたいなことはせずに、あるいは他の活用するにしてもしっかりといろんな方法を検討した上で考えてくれるっていうのがすごく大事なのかなっていうふうに思うので、まあ、そういったご相談されたい方はぜひご連絡頂戴できればご相談を受けさせていただくことはできますので、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。ラクダ不動産は、まあ、エージェントの指名もできますので、まあ、今回の土地の活用方法についてお話を聞いて、ちょっと佐藤さんに相談したいなという方がいらっしゃれば、概要欄の URL からお問い合わせできますので、そこにこう佐藤さん担当でお願いしますと入れていただければ、まあ、佐藤さんの方で対応するということもできますので、まあ、ぜひご検討お願いいたします。この動画いいと思っていただいた方、高評価、チャンネル登録、あとコメントですかね、ぜひ、何か気がついたことあればコメントいただければと思います。本日はご視聴いただいてありがとうございます。ありがとうございました。